来週にかけて本州付近はこの時期としてはかなり蒸し暑くなり、熱中症の危険性が高い日が続きます。この影響で冷房による電力需要が増大し、電力需給が逼迫する可能性がありますが、エアコンの使用は必要不可欠ですので、無理なく適切に使用するようにしてください。来週にかけては梅雨前線が北上して本州から離れ、日本列島は真夏と同じような暖かく湿った空気に覆われます。梅雨明け後のような暑さになるため、まだ体が暑さに慣れていないこともあって、熱中症の危険性が高くなります。予想最高気温は東京で32から34度、埼玉県や群馬県などでは37度程度まで上がる恐れがあり、体温を超えるような危険な暑さとなる見通しです。この状況は今後少なくとも1週間程度は続く可能性があります。ウェザーニュースの予測では、来週の平日の期間に東京電力エリア内のピーク時電力使用率が 95% を超える可能性もあると予測されています。電力需給のバランスが崩れると、電力の安定供給ができなくなり、最悪の場合は大規模停電につながります。電力会社はそれを防ぐために計画停電などを行うこともあります。ただ需要のピークは昼前後と予想されるため、幸いにも太陽光発電の発電量がピークとなる時間帯に近く、全体の 20% 前後をカバーできる見通しです。節電のためにエアコンを切ってしまうと熱中症の危険性が高まるため、決して無理をしないで冷房は適切に使用してください。使っていない照明器具やテレビは消すなど、その他の方法で節電にご協力をお願いします。またアプリウェザーニュースでは熱中症情報が確認できます。ぜひご利用ください。